皆さん、こんにちは。花子です。今日のお題は、本日 CPI 発表株価はどうなるです。さあ、始まりました。今週の米国株ダービー。明日の CPI 発表の前日のスタートは上昇から。前回の CPI が下がっただけではまだ確証を持てない。今回再び下がれば、インフレピークアウトが真実味を帯びてくる。さあさあ、これでインフレがピークアウトするのか。 はっききりしてきますねインフレが収まってるというと株価は上昇するはずだけどもう予想は出てしまっているのでそれよりも良くないといけないのか前回は前年比で8.5%上昇でしたが今回は8.1%の予想これは織り込まれているとしたらこれと同じだったら株価は変わらないということになりますがそもそも織り込むとか 折り込まないとか新聞の折り込みチラシじゃあるまいしよくわからない折り込んでると思ってたら折り込んでなかったり株価心と 秋の空、予想不可能。だけどこの前年同期比って来年になったら前年が今年になるわけで、そうなるとこのパーセントはかなり下がりますよね。今までの状況を見ると、過去10年で見ると2020年からかなり上がっていますが、6月の前年同期比プラス9.1%をピークに7月は下がったんですよね。7月は8.5%。パウエルさんも言うようにこれだけではまだインフレがピークアウトしたとは言えないということでした。そして今日9月13日の夜9時。 CPI、インフレ、ピークアウトか、2回目のチャレンジ、10万円チャレンジが20万円チャレンジにという感じですね。ここで予想の8.1%を下回ればインフレピークアウトに信憑性が出てくるということになります。インフレになるとなぜ悪いのか。 パウエルさんがよく言うのは貧困層の生活が苦しくなるから富裕層は給料も上がって物価も上がるということになるし株を持ってるからいいけど現金しか持っていない人にとっては現金の価値が下がるし貧困層の給料はあまり上がらないんでしょうね日本の場合は円安の問題もありますが物がどんどん高くなるのを実感するのはこれからかもしれません私の母は今日買い物の後怒ってました猫用のトイレシートが100円は高くなってる私はそれより日本の物価が安いこととチップが要ら ないことで日々安く感じていてあまり高いと感じないんですが多分これからもっと現実的に高く感じるんでしょうね皆さんは何が高くなってきたと思いますか世界ははインフレだけど日本は物価が安いしと言ってる人がいましたが。 アメリカや中国に比べたら資源のない国、日本は鎖国するわけにもいかないし、どう考えてもインフレになりますよね。でもいいこともあって、円安だから日本のグローバルに活躍している会社の決算書は結構良くなってます。日経株価はアメリカの S&P500 よりも株価の動きが今年はいいですよね。年初来マイナス2.6%、プラスではないですが、 S&P500 はマイナス15%ですからね。円安で日本株を買っているということもあると思いますが、だけどここで日本株に移動していいのか疑問です。外国人は日本の株を長期的に保有すると思いますか人口が減っている日本の株はどうしても短期投資対象です。今安く買って上昇してるからといって日本株に移動したら大きく上昇した後に利格されるかもしれません。日本株の一つの特徴としては上昇しても売られて下落。 これを繰り返す。日本株が上昇してるからという理由だけで、米国株から日本株に移動するくらいなら、動かない方がいいと私は思います。羊さんたち集まったかいと確認されてから、狼さんにパクリ、利確で下落、落つってなりますからね。相手も作戦を考えてますから、自分も作戦を考えましょう。米国株も同じです。ダウや後輩当株が今それほど下落していないから、そちらに移動するとします。なんで今移動する,一番下落してる はナスダックダウや後輩等株が景気が不安定になってきて下落が緩やかなのは当たり前それなのにナスダックが落ち切ってから上昇も緩やかなダウや後輩等株に移動してどうする移動するなら下落する前株価の上昇具合で移動するとダウのいいとこ取りもできずナスダックのいいとこ取りもできず損するだけの投資生活要は自分のプランがブレブレってことですねどっちかにしましょううまくできる人は今年に入って下落する 前にダウに変えて下落しきったらナスダックに変えるうまくできる人はもうできてるはずできてないならこれからも無理 まあ私も無理ってことですけどね。タイミングは本当に難しいです。タイミングよく当てるのは難しいから、最初からダウならダウで行く、ナスダックならナスダックで行くというのが一番確実。なんでそれぞれの悪いところを取った投資法をするところでアップルイベント見ましたかアップルイベントではあまり価格を上げていませんでしたが、7月に結構な値上げしてましたね。アップルの直近6月の四半期決算では日本の売上は16%減少していました。日本はアップルにとって大きい お客さんだけど物価価が安いいので価格をあまり上げられない日本は米国の次に iPhone を安く売っていましたこれは6月時点の iPhone 販売価格ですが世界では最安値アップルは2022年7月1日急速に進む円安で日本国内での iPhone を含むアップル製品の値上げを実施しました iPhone13 の1 2 8イトモデル9万8800円税込み以下動が11万7800円になり1万9000円と 約19の値上げ最上位の iPhone13ProMax1TB モデルは。 19万4800円から23万4800円と4万円約20%の値上げ物価が安い日本でもこのアップルの20%の値上げで日本人はアップル製品を買うのか次回の7月から9月第4四半期で年次決算のアップルの決算が見物ですね日本も大変ですね先週は円安が急激に進んだ後円高に少し戻りましたボコってなってますね9月の FOMC での0.75ポイントの利上げがほぼ下り リスク資産の市場にとっては一旦悪材料が出尽くした部分もあるのではないかなどと言われていますがでも1年前は109円ですからね142円だと30%円安。S、が 過去1年で9%下落していますが、円安のおかげで S&P500 に投資している人は、含み益が増えているという状況です。まだこれからドル円がどう動くかはわかりません。米国株はして買いようと、短期の決算が悪かろうと、折り込みチラシがどうとかであろうと、長期的にアメリカ経済が成長していて、長期的に伸びていく会社の株を買えば、損はしないはずです。しかし、 為替は成長するとかしないとか関係なく、いろんな要素が絡み合って決まります。今回の円安が進むとかどうかよりも、一旦円安が落ち着いたとしても、 長い将来のためのリスク分散の一つとして、米国株を今買ってもいいんではということになります。ドルを買うという手もありますが、円高になっても株高を長期で期待できるという点から、米国株をお勧めしています。要は、リスク分散ですね。日本円だけを持っているより貯金をして物価が上がって、今の100万円が将来の10万円かもしれないリスクなどを考えると、ドルと米国株という組み合わせは良いのではないでしょうか。ということで、必ず儲かることを保証することでもないですが、リスク分 ですでもアメリカの経済が長期的に拡大していくと信じられない人はやめた方がいいかもしれません。まあ、そこがポイントですね 為替はどう動くかわかりません。為替は金利差、原油高といろいろありますが、ただ言えることは、日本はアメリカのように金利を上げたり下げたりして経済をコントロールできない。何かあればお手上げ状態になるということが問題で、円安だからいいとか悪いとかだけの問題ではないですね。その点で私は日本が金利をコントロールできるようになるまでは、日本株は買わないと思います。さあさあ、ということで、投資プランは自分で決めるということになるんですが、経済指標は株価に連動して、 いいな決算書だから過去にメディアが何を言っていて株価はどう動いたかというのを確認するのが楽しいですけどね結構みんなしないよね全然メディア予想当たってないよ。 私は2000年ににアメリカに引っ越しをしししををて米国株投資をスタートしましたこれは S&P500 ですが1番2000年の S&P500 が1441ぐらいの時から米国株投資がスタートしましたが2ドットコンバブルで845になり3の1534まで回復したかと思ったら4のリーマンショックでまた756まで下がりその後は2018年に米中摩擦でちょっと落ちたりもしましたが53380までいったと思った たら61ヶ月でコロナで暴落2304まで下がり2ヶ月で回復して去年の12月まで4766まで上がったと思ったら現在の株価まで落ちているという状況ですこれは9月9日の3674と書いてありますが1の時アメリカに住んでいましたが株を買う人はバカだという人もいましたでもそのまま買っている人は今儲かってます 給料が高い人の方が、株投資をやめていないイメージです。二番の八百四十五で、ほら見ろと言われます。三の千五百三十四で、また下がると言われます。四の七百五十六で、ほら見ろと言われます。そして、四から五の間に、ガーファが頭角を出し始めます。私は Amazon、Google 株を買い始めました。アメリカでは、Facebook は日本よりも使われていましたが、ネズミ公式に友達が増えるのが私は好きじゃなかったので、Facebook 株は買いませんでした。大体の人は は下落するよというので。 保有していることも隠していました。メディアがガーファが上昇するわけないと言っていたからです。だけどその後ガーファがどんどん上昇しました。それで私は2018年に脱サラして企業でお金がない時にアマゾン、グーグル株を利格して助けられました。そして6番で2020年3月コロナ下落しました。過去動画に証拠がありますがコロナ下落では私は株は一つも売りませんでした。ある程度の下落で買い増しもしました。ウォーレンバフェットさんやその他不合も買っていると動画で

It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10 percent or more. So 50 declines in 93 years. about once every two years, the market falls 10 percent. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly, but <laughs> we, you know, we call it a correction. And, uh, uh, so 50 declines in 93 years, about once every two years, the market falls 10 percent.

投資は頭だけでするものではなく経験でもするからです。数年経験を積んでる人だったら一括投資もいいかもしれません。でも米国株投資まだ1年未満の人は何千万円の一括投資とかはやめてください。まずは積み立 NISA から始めましょう。それでは本日夜9時半の CPI 楽しみに見守りましょう。それではさようなら。 上昇率のマウンンティングはやめよう一番大事なことは長期で損をしないことゆうちょの定期預金よりも多いリターンを狙おう遊ぶ枠は作って OK。 財産形成は比較して優越感に浸るものではない。投資は余剰資金で無理をせず、基本的には S&P500 を70%、花コスト平均法で少しずつ投資。花コスト平均法とは、1、積み立てニ i s を毎月33,333 33円、EMAXSLIM S&P500、もしくは iFree S&P500 にタイミングを考えずに毎月同じ日に引き落としを設定。2、それ以上の余剰資金のある人は、残りは ETF か個別株を下落した日に、 例えば2%ぐらい下落した日に20%ずつ投資。10万円あるなら2万円ずつ下落した日に買う。上昇した日に買わない。下落した日に買う。 月末まで上昇したら仕方ないから最後の日にまとめて買う。投資信託はタイミングを狙って買うことができません。タイミングを測って買うなら ETF。S&P 連動の ETF は VOO SP、SPY、SPLG、IVV、どれでもいいですよ。2はシンデレラ街と言います。難品じゃありません。シンデレラです。24歳の期待のアーティストセノちゃんとのコラボ NFT 出してます。毎週日曜日の夜9時にオープン C で売ってます。 かわいい。ただいま、ストックガール NFT テキサスインスルメンツ株推しのテリーくん発売中。よろしくお願いします。今度、高校生でもわかる米国株の投資の仕方、2022年バージョンの本を出そうと思っているのですが、その4コマ漫画もストックガール NFT のイラストレーターセノちゃんに書いてもらっています。左がハノコの注文、右がセノちゃんが書いてくれたもの。かわいい。お楽しみに。そして、間違っても下落だからといって、初心者が数千万円の一括投資をすることなく、 いつでも S&P500 は半分になる可能性がある。個別株はゼロになる可能性がある。はい。ということで、自分の投資の方針を固めていきましょう。今回の動画が皆さんが株に投資をするときの一つの材料となれば幸いです。投資は自己責任でお願いします。それでは、さようなら。ところで、 高校生にわかる米国株 YouTube チャンネルの収益は保護猫活動に全額使っています。野良猫の手術や保護猫活動グループの NPO 化までの支援など YouTube の収益は自分は必要ありません。会計クラスの先生が私の収入源だからです。ご支援ありがとうございます。保護猫活動家の皆さんは猫を増やす活動はしていません。 個人で保護猫活活動ををししてていいると貯金を崩すす。ような生活にな生にってしまいます私はその支援をしたいと思っています。Amazon での猫のご飯の支援は下のリンクからお願いします。できる範囲でお願いします。支援してくださる皆さんいつもありがとうございます。高校生で分かる米国株 YouTube チャンネルでの収益は以下のような病院代や猫保護施設の修理などに使われています。助けられた猫ちゃんたち、転換のコロンちゃんのレントゲン、お薬で治ってます。エイズの猫ちゃんも友達と一緒にもらう 待っってもらえたた良しと一緒でよかったカラスが落としたてんちゃん子猫の足も治ったよ花子の家に住んでる保護猫たち保護猫活動家の K さんからのお便り今日もたくさん感謝のご支援が届きました昨日リストに載せたばかりのペットシートがもう届きました亡くなったので午後買いに行く予定でしたおじいちゃん猫のトイレに1日4枚は使うので本当に助かりますご支援くださる皆様には心から感謝していますありがとうございます 皆さん、いつもありがとうございます。それでは、さよなら。